次に櫛渕真理君。櫛渕君。れいわ新選組の櫛渕真理です。総理は施政方針演説で6月から所得税住民税減税によって、可処分所得を下支えすると言いました。これを聞いたほとんどの人はあと10日ほどで減税開始、現金が手に入る、そう思ったのではないでしょうか。当然です。しかし実際はそうではありませんよね。ほぼその通りになるのはサラリーマンだけです。年金を受け取っている方は所得税は6月の支払い分から天引きですが、住民税はなぜか10月から、自営業者やフリーランスの人は所得税で予定納税がある方は7月から、そうでない方はなんと来年の確定申告の時、住民税は6月からです。会社員でも6月から入社の人は年末調整で処理、所得税はすぐには減税になりません。つまり人によって減税の始まりがまちまちであり、しかも所得税と減税、この引かれる時期が違う場合もあるわけで、総理の言う6月からとはとても言えないということになります。これに加えて減税額が少ない方には給付もある。財務大臣、国民から見てですね、いつどれだけ減税されるのか、給付があるのか分かりません。これではお金を使おうとは思えません。つまり定額減税では消費は増やせないということになります。複雑で分かりにくい上、今自治体の職員や会社の経理担当の方に大きな負担がかかっています。通常でも忙しい時期に今年度限りの手間のかかる事務が加わっているからですね。我が党れいわ新選組の地方議員や推薦議員からそれぞれの自治体の実態が届いています。渋谷区、東京都渋谷区の議員からはシステム改修費、通知事業委託経費などが自治体の建て替えで、その清算が来年というのはあまりにひどい。豊島区の議員からは資料に、定額減税給付金経費として区民への説明のためのコールセンターや広報豊島の全戸配布特別窓口などの準備のために経費が6億円以上かかる。神奈川県相模原市の職員からは、議員からは、市職員の勤務実態として土日出勤が続き、ゴールデンウィークも関係課はほぼ全員休日出勤、民間事業者も給付金にすべきだったとの意見が多数と生々しい実態が届いており、大和市からはこの制度の最大の犠牲者は事業者、市内事業者の皆さんも説明が複雑すぎて理解ができないといった様子で、説明会後質問者が相次いでいたという声。福岡県春日市からはシステムも条例も今年1年だけ、変更と元に戻す手続き、システムの改修など職員の負担が大きすぎる。太宰府市からも国の制度に振り回されて職員が疲弊しているとの嘆き。山形県の大石田町からは、差額の給付となる世帯は6月以降にならないとわからない、小さな自治体では職員も少ないと全国の現場から悲鳴が相次いでいます。なお渋谷区議会の所属議員はこの事業の所管委員長でもあるんですが、自民党の議員から定額減税の条例に賛成したけれども制度がわからないから教えてくれという依頼まであったそうです。政権与党が進めた政策にもかかわらず、自分たちの議員でさえ理解できていないという実態なんですね。我が党の関係議員からだけではありません。例えば全国市長会からもこれら負担について正式な文書がすでに提出されていますよね。昨年11月、その意見書にはこのように書かれています。システム改修費や事務負担の増大に対し適切な財政措置を講じること、また全国知事会からの要請書や全国町村会長が出したコメントにも同様の文言がありますから、地方自治体の総意だったわけです。しかし政府がその総意をきちんと受け止めなかった。だからさっき申し上げたように現場は混乱、疲弊している、この実態が今生まれてしまっています。苦しいのは自治体だけではありません。資料3、ある団体が税理士事務所に行った調査によると、定額減税の事務を無料で対応すると答えた事務所が4割に上ったそうです。仕事が増えるのに収入は増えない、そんな実態なんですね。ただでさえ税理士事務所は苦しいところが多く、帝国データバンクによれば昨年の税理士事務所の廃業はおととしの 2.5 倍以上に上っているそうです。今年はインボイスの押し付けに加えて今回の事務負担が重なり、さらに増えるのではないか懸念します。負担の大きさは会社の経理も同じでしょう。大臣はこれまで国会でこうした事務負担について問われると次のように答弁されています。今般の定額減税の実施にあたりましては、企業や自治体の皆さんに一定の事務負担をお願いすることになりますとおっしゃってるんですね。大臣にお伺いいたします。
この一定の事務負担について具体的にどれぐらいの負担になるのか、試算どのように出されていますか。通告しているので数字のみでお答えください。鈴木財務大臣。定額減税を実施をするわけでございますが、事務負担ということについて申しますと、毎年の税制改正の対応につきましては、源泉徴収義務者を含めた納税者の皆さんにご対応をいただいております。今回の定額減税の実施にあたりましても、一定の事務負担をお願いさせていただくこととなっております。この事務負担についてでありますが、例えば定額減税の対象となる従業員の扶養親族の確認、月ごとの従業員別の減税額の管理などが規定想定されますが、事業者ごとに事務環境は様々でありますことから、金銭的負担や時間的コストなどについて定量的にお答えすることは、これは困難であるということをご理解をいただきたいと思います。したがって数字では表せないということであります。いずれにせよ定額減税については円滑な実施に向けて丁寧な対応を行ってまいります。串渕君。事業者に対してという基準、今お答えになりましたけど、じゃあ自治体はどうなんでしょうか。現場は給付出勤重ねるほどの事務料に振り回され、経費が持ち出しになっているわけですから、きちんと試算を出して数字で出すべきだと思いますよ。総務副大臣にお伺いします。国の事業なんですから、経費は国が全額負担をする、自治体の持ち出しはないということでよろしいですね。明確にお答えください。馬場総務副大臣。定額減税に伴う自治体経費については、システム改修費、改修経費が主なものと考えられますが、これについては毎年度の税制改正に伴うシステム改修経費について普通交付税措置を講じているほか、給付金の支給事務に関連する改修は重点支援交付金、重点支援地方交付金の活用も可能となっております。そのうち地方交付税については毎年度4月、6月、9月および11月の4回に分けて交付され、重点支援地方交付金については本年1月に制度を所管する内閣府に先行して実施計画の提出があった自治体に対しては3月に総務省に予算が移し替えられ、速やかに交付決定をしておるところであります。今後も制度を所管する内閣府と連携して総務省に予算が移し替えられ次第、速やかに交付決定してまいります。串渕君。職員の残業代や特別窓口の設置、そして通常業務や広報費の費用などを含めて自治体の持ち出しはないということでいいのか聞いてます。イエスかノーかで一言でお答えください。どちらでしょう。馬場副大臣。お答えします。定額減税に伴うシステム改修にかかる負担については自治体によってシステムが異なること、また他の税制改正項目への対応策と一体となって改修が行われることなどから、定額減税にかかる部分を取り出してどの程度負担が生じるのかを具体的に見込むことは困難でありますので、しっかりと総務省としては今回の定額減税の実施にあたっては、中央団体が円滑に事務を実施できるよう政令指定都市、中核市、その他の市町村、それぞれの複数団体から意見を伺いながら、地方団体の事務負担に配慮した制度設計や執行上の工夫を行ってまいります。串渕君。意見を伺いながらと言ってますけど、すでに意見出てるんですよ。自治体の持ち出しないって明言してくださいよ。なぜできないんですか。ただでさえ多くの自治体は財政が大変厳しい、そこに国の施策によってですね、大量の事務負担が増え、支出も増えているという状況なんですよ。所得税減税による交付金の減額についても、本来国が全額持つべきです。事務経費も含めて国が全額を負担して当然です。この状況を放置すれば、通常の住民サービスにも影響が出かねません。一回限りの事業のためにこれだけのシステム改修と事務料を自治体と企業に押し付ける。これでは減税効果よりも、むしろ無駄なコストが増え、前代未聞の愚策という批判も聞こえてきます。なぜ一律の現金給付にしなかったのか、全く理解ができません。令和新選組は昨年の秋、定額減税では効果が薄い、遅い、複雑で不公平、
大きく4つの欠点があるとして、一番スピーディーでいいのは一律の現金給付であると提言をしてきました。富裕層には後から所得に課税して回収すればいいんです。そもそもこの制度の事務負担について財務省は認識していたはずじゃありませんか。昭和52年の定額減税で事業者と税務署の手間がかかりすぎた反省があると財務省は文書でも述べてますし、この教訓が薄れた橋本内閣、二度の定額減税が行われた時も定額減税を続けるのは愚の骨頂と当時の総理は後に国会で答弁する羽目になりました。それら教訓がありながらですね、今回なぜこんな愚策を強行したんでしょうか。単に岸田総理が支持率浮上のためにこれをやりたかっただけじゃないですか。猛省していただきたい。そもそも何のための制度なんでしょうか。総理はデフレからの完全脱却のために減税すると昨年の予算委員会で述べています。しかし現状はどうでしょう。内閣府の最新のデータでは実質 GDP 成長率は 0.5% の減少、年率でマイナス 2% でした。特に個人消費は 0.7% のマイナス、四半期連続の減少ですが、これはリーマンショック以来ですからいかに深刻かが分かります。個人消費が冷え込んでいるのは物価上昇が続いて実質賃金が24ヶ月連続で下がっているからなんですね。だったら個人消費を増やすための特効薬は消費税廃止、あるいは最低でも消費税減税じゃないでしょうか。国民の6割は消費税減税、これを昨年から求めていますよ。資料4ご覧ください。民間のシンクタンクでは消費税減税の GDP 押し上げ効果は定額減税の2倍という試算が出ています。今こそ消費税を最低でも減税をして GDP を成長軌道に乗せることが重要だと考えます。財務大臣、改めて消費税減税、これをご決断いただけませんか。また対象者を限定した1回限りの給付金ではなく、悪いインフレが収まるまで季節ごとの一律現金給付、これを検討していただきたい。いかがですか。鈴木財務大臣。今、消費減税などにつきましてご提案がございましたが、日本経済を再生させて、そして国民生活を改善していくためには単なる消費減税などによる財政出動ではなくて、長い間低迷を続けてきた賃金水準を引き上げることで国民の消費を喚起し、ひいてはデフレ脱却につなげるという根本的な改善策が必要であると政府としては考えております。従いまして、定額減税により思い切って可処分所得を引き上げることで長年染みついたデフレマインドの払拭を図るとともに賃上げに焦点を当てた政策を進めて、参りたいと考えているところでございます。串内君。消費税減税をしてくださいと求めてるんですよ。裏金の見返りに法人税の減税、その原資になっているのが消費税 の、 実態ではないですか。しかも今年度も過去最高の税収 23.8 兆円を記録しているのが消費税です。物価高やインボイスの影響がその押し上げ要因ですから、これは国民の苦境と悲鳴の裏返しの数字と言ってもいい。国民は消費税を取られすぎ、財務省は取りすぎなんです。国民にお金を返してください。最後に少し細かいですが大事なお願いをいたします。国民がこの制度についてよくわからないとき、コールセンターに電話をかけることになるんです。でもその番号は0570で始まるナビダイヤルで、通話中はもちろん保留中もお金を取られます。ちょっとひどくありませんか。この点、以前参議院の本会議で軽減税率の相談窓口が有料なのはいかがなものかという質問があったとき、前任の麻生前財務大臣はすぐに無料にしてくれましたよ。鈴木財務大臣、今からでも遅くありません。この定額減税のコールセンターフリーダイヤルにしてください。役所の事情は分かりませんが、インボイスのコールセンターはフリーダイヤルなんです。定額減税もできますよね。まさか減税の問い合わせは有料、インボイスなど増税の質問には無料、そんなことはないですよね。財務大臣、定額減税のコールセンターフリーダイヤルにする、いかがですか。財務大臣、時間経過してますので簡潔に検討させていただきたいと思います。委員長、時間経過してます。はい、少なくとも、定額減税コールセンターフリーダイヤルにしてください。国民の、救済ぜひともお願いいたします。これにて
渕君の質疑は終了いたしました。